はいどうも、ショーエティビーです。はい、本日はですね、今ここにこうグローブにいっぱい囲まれてますけども、今回はですね、ショーエティビー初の、グローブ片付けをやっていきたいと思います。まあ、やり方っていうのを簡単に、まあ俺のやり方なんで、まあね、多分全然素人なんで、今見てる方の方がね、あのグローブ片付けの方が多分プロだと思うんですけど、俺なりのね、片付けをちょっと、説明していきたいと思います。で本日、ご紹介するのがこちらのね、今年買いました、ワールドピカサスさんのピッチャー用グローブ、軟式公式兼用で、24,000円プラス税のグローブですね。はい、まあ1ヶ月か2ヶ月ぐらい使って、まだあんまりね、あの 使えてないんで、ちょっと今回こう片付けをね軽くしたんで、それ説明していきたいなと思います。はい、僕はね、横閉じ系なんですよ。こうこういう感じで、こうではなくこういう感じで、掴んでいきたいんで、グローブ的にはこうです。お、いい感じ、いい感じ。はい、で俺はこうしたいんですよね。こういう風にしたいんで、まずこことここのを、潰していくというか、こう押していきます。土手の両サイドをもうこう折っていきます。ガガッと、ひたすらもうこうやって、ってこと押していきます。ガーッと押してって、ここを柔らかくさせます。イメージ的にはこうですね。まあ、こういうような形にしていきます。でぺっちゃんこが俺嫌いなんで、ぺっちゃんこにならないようにある程度硬さは保った状態で、まあ、このぐらいで保った状態で、型をつけていきます。でね、買ったばっかりだとここの親指の方、ここがすっげー硬いんですよ。ここ特に硬いんで、ここをもうひたすら柔らかくなるまでガーってこうして、多分大井くんも多分こうやってガーって押すんですけど、まあ僕も同じようにしてて、とにかくここの操作性、親指あたり、しっかりとつかめるようにやっていきます。こういう感じで、はい、でその後はある程度こう型がついてから、キャッチボールをしてって、ボールをたくさん取って、柔らかくしていきます。はい、でもある程度ほらこのぐらいになります。これで僕はもう完成という感じ。そんなあのペチャンペチャンにしたくないんで、3本4本分ぐらい開くぐらいにして、これで俺はもう完成という感じで、で使いながらある程度こう微調整をしていく感じでやっております。ショーヘイ TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお願いします。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Yeah.